今日はちょっとダイエットが必要なにゃんこ、このペットボトルに秘密があって独自のダイエットをしています。東京世田谷のとあるお宅にダイエット中のにゃんこが暮らしています。遊び回る2匹をよそにホットカーペットでぬくぬくしているマロンです。特に寒い季節、マロンはほとんどここから動きません。じゃれ合う同居猫に追い出され、向かった先はご飯をしまってある棚。実はマロン、食べ物に並々ならぬ執念を持っているんです。お腹が空けば自分で扉を開けて催促。でもダイエット中だからもらえるご飯はかなり少なめ。当然一番に食べ終わってしまいます。当然隣の分が欲しくなります。そこでご主人が考えたダイエット法がこれ。はい、どうぞ。ご飯を入れたペットボトルの真ん中には小さな穴が開いており、マロンが転がしていると時々キャットフードが飛び出す仕組み。これなら体を動かしながら少しずつ食べられます。半年間で 300g 痩せたプチダイエット。他の猫たちは全く興味を示しません。餌に目がないマロンにぴったりのダイエット法。夏までにもう 500g。 マロンのプチダイエットは続きます。